じゃあ早速一組いってみましょう。アーサーズ&セすごくこうエレクトロというか、まあ、シンセとかもたくさんあるんですが、うん、爪にあのギターもすごくこう多分エレクティブな感じというか、はい、すごいファンタジックな感じがすごくしたりするんですけど、うん、なんかね、はい、音は激しいんですけどなんか爽やかな風吹きますよね、うん、そうです ね、うん、本当にすごく女性の2人がかなり熱いグルーヴをこう出してるなというのもいい、もちろん男性の2人もかっこいいんですけど女性ドラムと一緒にバンドやるのは僕も彼女が初めてで、はい、なんかやっぱ女性独特の粘りっこいグルーヴっていうか、うん、なんていうのかな、重心が低い感じです、うんうんうん、逆にすごくドラムっていう楽器の特性に女性はすごい似てるのかなと思いました。わかります。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。